おはちょー。手前の特技は、ズバリ、姫様の言っていることを大体聞き取れることです。巷では、姫様が何を言っているのかさっぱり聞き取れないなどと抜かす不届き者もおりますので、手前が人様より抜きんでた特技と言える、特技といえば、これくらいなものですね。ただ、大体と頭につけたのは、姫様が荒ぶっておられるときは何言ってるかわからないときがあるので、手前もまだまだ修練が足りないと痛感しており、日々精進していく所存であります。みんなこれ別になるの嫌じゃないのだよ。大体聞き取れる人、大体聞き取れる。聞き取れるすごく大事。なぜならば、ルーナはアーカイブ、ルーナのアーカイブをね、ルーナが見るんだけど、たまに何言ってかわかんない時があるのな。だから、あ、これ何言ってんだろうってなるから、だから聞き取れるルーナとはすげえのな。そうなのよ。自分でははっきり言ってるつもりでも、いざアーカイブを見ると、何言ってるんだろうって、聞き取れない時あるもんな。夜、よくあることなのよ、これ。だからみんなね、みんなね、すごい耳がいいのだ。耳がいいのだ。苦しゅうないぞ。そのまま、励むがよい。精進していくって言ってるからね、そのまま頑張ってなのだ。苦しゅうないぞ。これはなかなかルーナを褒めている。褒めているマシュマロだと思うのよ。これは立派な特技と言えよう。聞き取る能力はとても大事なのよ。